おはようございます。よくいらっしゃいました。今日はこの後ね、ガレージセールがあるということで、もうすでにチェックしていらっしゃるかなと思うんですけど、はい、購入は礼拝後ということで、よろしくお願いします。まあ私たちができることは本当に小さなことではあるんですけどもね、まあ、それぞれの思いを合わせるということで、また新たな励ましのエールになるんじゃないかなと思っておりますので、皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。もうすでにね、いろいろ持ってきていただいて、あれを作っていただいたりなんかして、なんかやってるだけで楽しい感じしますね、はい。さて、今日も人生を導く神の知恵、ティモシー・ケラーの God's Wisdom for Navigating Life からお話をしていきたいと思いますけれども、今日は正義を行うというですね、非常に固いテーマではあるんですけれども、しかしとても大切なテーマであります。で、この正義と題されたセクションというか、この単元はですね、11月24日から12月14日まで、ですから20日21日ぐらいですかね、ありまして、割と長いボリュームがあるんですね。3週間分ぐらいあるんですけれども、今日と来週と2回で、この正義という単元の中からお話をしていきたいと思いますが、そもそも箴言、まあ、今年はこの箴言をずっと読んできてですね、まあ、箴言のメインテーマは知恵ということなんですが、その知恵について学んできたんですけれども、同時にこの箴言は正義ということをとても大切に取り扱っている書物でもあるんですね。そもそも1章の2節3節つまりこの冒頭のところを読みますとね、これは知恵と悟しをわきまえ分別ある言葉を理解するため、まあ、これというのは箴言全体のことですね。箴言は知恵の書である、悟しを理解するための書であると。また分別ある言葉を理解する、そして悟しを受け入れて正義と裁きと公平に目覚めるためって続いてるんですね。だからもちろんこの知恵とか悟しとか洞察とか、そういうことを受け入れることが大前提だけれども、その結果として正義とか裁きとか公平とか、そういうことを理解してほしいというか、そういうことも学んでほしいというのが実は箴言の大きなテーマなんですね。さらに言うと、この知恵を得ることによって私たちは正しさ、公平さ、そういうことにも目覚めていくというか、そういうことを学んでいくという、そういう意味でもあろうかと思いますが、この正義と裁きと公平というですね、英語の訳だとこれは Right, Just, Fair なんですね。インターナショナルバージョンはとてもきれいに訳していますね。 Right, Just, Fair ですね。この3つ、これをこの箴言を学ぶことによって、得得してほしいと言ってるわけですね。まあ、正義というのは、まあ、ヘブライ語のそもそもの意味は道徳的な、あるいは倫理的な正しさのことです。そして、裁きと訳されているのは正しい、判断とか政策とか、政治の意味のね、政策とか、あるいは施策とか、そういう意味ですね。そして、まあ、公平というのはもうフェアですから、みんなで、同じというような意味ですけれども、まあ、正しい人は何々であるという表現が箴言全体では16回も出てくるんですね。正しい人はカクカクである、正しい人はこういう人であるというのが何度も出てくるわけです。まあ、そういう意味ではこの賢さと正しさっていうのはある意味では表裏一体かなという感じがするんですね。つまり、賢く生きていくということは正しく生きていくということであると。正しい人は賢い人だし、賢い人は正しい人だと。賢くて正しくないということは起こらないということですね。そういうような深いつながりがあるんだろうと思います。
で、まあ、正、この信玄が言っているこの正義正しさということについて、まあ、ケラー先生は短い言葉でこれを表現しておりまして、信玄の言う基本的正義とは人権や社会的経済的な状況にかかわらず公平で平等な扱いをすることって言ってるんですね。で、まあ、これからまあ今週と来週にわたってこう正しいとか正義ということを見ていくんですけども、あの、まあ、信玄が描いている正義っていうのはこの平等っていうことと非常に近い感じがします。特にその弱い人であるとか弱者、貧しい人、乏しい人たちに対するこの社会の正しいあり方っていうのはどういうものかっていうことが、メインテーマのようだと思いますね。まあ、木原先生は特にそこを集中して、選んでおられるのかもしれませんけれども、正義っていうとね、他にもいろんなあの捉え方があるんですね。このただ信玄の言ってる正義っていうのは、むしろ社会的正義っていうのはそういうこう公平さということと結びついているということだろうと思います。で、内容の方に入っていきたいと思うんですけども、11月の24日25日ということになると、もうこれは今日と明日ということになるんですけども、ですから、まあ、あの今日お話しする話は皆さんが今週お読みになるところではあるんですけども、あのちょっと予習を兼ねてということになりますが、24日の引用句は11章の10節で、まあ、私はわざとこれ口語訳を残せてるんですけども、正しい者が幸せになればその町は喜び、悪しき者が滅びると喜びの声が起こる。また翌11節はこれは新共同訳ですけれども、正しい人の祝福によって町は起こり、神に逆らう者の口によって町は滅びると。で、まあ、正しい人、正義を行う人が町に満ちていくことによって、その町全体は祝福されていくっていうことを信玄は述べているわけですね。で、まあ、ケラー先生はそのことに対して、神を信じ、まあ、正しい人っていうのは神を信じ、周りの人を第一にして自分のことは後回しにする人々のことを意味しますと。だから周りの人を第一にして自分のことを後回しにする人が町に増えていけば、当然その町はいい町になりますよね。当たり前のことですけど、住みよい町になるでしょうし、繁栄し祝福されていくと思いますね。そこに住むことはとても幸せだろうと思いますね。そういう人たちがたくさんいるということは、まあ、その逆になれば、自分のことを第一にして周りの人を後回しにしていけば、当然その町は住みにくい町になっていくだろうし、祝福は去っていくということになるわけです。で、もし信仰者があるべき姿で暮らしているなら、社会にも良い影響を作り出し、周りの人々が繁栄し成功して喜ぶと、この11章の10節11節はそういうことを言っているわけですね。だから私たち神を信じる者が、本来のこの福音に根ざした、聖書に根ざした正しい生き方をしていれば、それは当然その周囲の人たちにも良い影響を与えていくわけだし、その周囲の人たち、その地域の人たちはそこから恩恵を受けて、幸せになっていくということであるわけですね。で、教会は当然その中心にあるわけで、神を信じる人たちの集いだわけですから、これはなかなかね、ぐさっとくるところではあるんですけども、24日の、質問のとこですね、あなたやあなたの教会はどのような存在でしょうか、あなたの地域の人々が、あの人たちとは信仰は違うが、あの人たちがいなかったらこの町は一体どうなるのか考えると恐ろしいと言ってもらえるような存在でしょうかって書いてある、ね、あの人がいなかったらこの職場はどうなるだろうかとか、あの人がいなかったら、この地域はどうなるんだろう、あの教会がなかったらこの地域はどうなるんだろうと言われるような存在であるかということですよね。周りの人たちがそれぐらい認知しているかどうか、まあ、逆に言えば、まあ、いてもいなくても一緒っていうことじゃ、本当の意味でのこの、信仰者としての、生き方というか、
周りの、まさにイエス様おっしゃった地の塩、世の光として、の影響を十分に与えていないということになるので、まあ、反省しなきゃいけないなと思うんですね。御岳の人たちがここに教会があるということを知っている人がどれぐらいいるのかなと思いますけど、よく言われるんですけど、御岳に教会、御岳、私の教会御岳にあるんですって、御岳に教会あるんですかってよく言われるんですよね。ちょっとがっかりしますね。まあいかんなと思って反省してるわけですけども、まあ御岳の人たちでこの教会があることを知っておられる方がね、一人でも増えて、そして御岳に教会があってよかったな、この地域はこの教会のおかげで、住みよい町であるなと言ってもらえるような、そういう存在であり続けたいと、まあ、ならなければならないと思っているわけですけれども、まあ、私たち一人一人もこの神の教えに基づいて正しく歩んでいくことによって、その地域に当然祝福がもたらされていくということですね。で、26日には正義を行うという単元があるんですけども、これがまあ今日のテーマではあるんですが、引用句は22章の7節8節、これ21になってますが、22の間違いですが、22の7と8ですけれども、神に逆らう者は自分の暴力に引きずられていく、あ、これ21になるのか、ごめんなさい、21になるのか、これ合ってますね。神に逆らう者は自分の暴力に引きずられていく、正義を行うことを拒んだから。神に逆らう者は自分の暴力に引きずられていく、正義を行うことを拒んだ。まあ、これは神に逆らって、正義を行わない人は当然その自分の、まあ、暴力といっても、実際の暴力ということだけじゃなくて、横暴な行為や考え方ということでしょうけども、その結果を自ら刈り取ることになるということを意味しているわけですが、ここで言われているのは、この世界というものは本当に不思議なもので、神様がお作りになったこのルールがあるわけですね。神のルールというのは何かというと、この世界というのは人間でできているわけですけども、これ後でも出てきますが、人間は神の形なわけですね。本来は神の形ですから、神様の本性というのは正義であるし、当然公平であるし、慈悲深い愛の方なわけですよね。それが本来はこの人間を通してこの世界に反映されてなきゃいけない、それが人間が創造された目的なわけですからね。だけれども人間は神様に背いたことによって、本来はその表すべき正義であるとか、公平であるとか、慈悲深さであるとか、愛であるとか、そういうものを失ってしまった、そういうものをないがしろにしてしまって、この社会全体が混乱し、また互いに憎み合い、不幸な世界になっているわけですね。だから神様に背いていくと、当然人間はの世界は住みにくくなっていくんですよね。だから自らが、まさに人間がこの御言葉の通りですね、神に逆らう者は自分の暴力に引きずられているっていうのは、人類全体がそうだということです。人類全体が神様の意思に背いた、神に逆らったがゆえに、この世界はその結果を刈り取っていると。だから人間がどれだけ、文明と言われているものを進歩させようと、どれだけ、金を稼ごうと、どれだけ、努力しようと、結果的にこの世界に住んでいる人たちは、ごくごく一部の人たちはうまく、この世界のシステムの中でうまくいって、なんとなくいい気持ちでいるかもしれませんが、ほとんどの人たちはその犠牲になっていく、またそのアンバランスですね、不公平が起こっていく。これは当たり前のことだけども、全然そうではないんですね。だから神に背いていくということが社会全体に不幸を巻き起こしているということは、逆に言えば
この世界はそもそもは神の形であるべきだということなんです。ですから、誰もが基本的正義と寛容に包まれて生きているならば、正義を修正したり修復したり必要する必要はありませんってケラーが言ってるんですけども、つまり誰もが神の形に従って基本的な正義を行って愛を行っていくんだったら修正する必要はないんです。ですよね。もう自然に特に何か一生懸命になって直さなきゃいけないことは起こらないはずなんですね。でも社会がこれだけこういびつになっていろんなことで、修正を加えなければ、まあ加えたとしてもたかが知れてるんですけど、人間の知恵ですから。でもそれはこのそもそもの神のイメージから離れているということの、まあ、証拠なわけです。でもそういう中で私たちは、神の恵みによって、神のことされて、そして神様の思い、神の形というものをもう一度取り戻すチャンスを与えられているんですね。これはすごく大変なことというか素晴らしいことです。本来私たちは罪深いもので、自分の欲のままに罪のままに支配されて、パウロの言葉によれば罪の奴隷であった。でもキリストによってそれから解放されて、神の御心の内を歩むことを選ぶことができるようになった。選ぶことができるんですかね。自然にそうなってるわけじゃないです。選ぶことができるようになっている。だから全ての信仰者は社会の一員として支援を必要とする人々のことに気を配り、根本的な正義を実行し、正義を修正し続けていかなければなりませんってケラーは言ってるんですね。私たちのやれることはわずかかもしれないけれども、しかし、本来の神の形を取り戻した者はその神の形を実行していくのは当然のことだと。結果がどうこうというよりもね、それは私たちに与えられている責務だということを言おうとしているわけです。で、今ちょっと言ったことと関連してるんですが、人間は皆神の形に作られている。あなたは口を開いて正しく裁け、これは27日のとこですけれども、今日の御言葉として挙げているとこですが、31章の8節から9節をもう一度読みますと、あなたの口を開いて弁護せよ、物を言えない人を、犠牲になっている人の訴えを。あなたの口を開いて正しく裁け、貧しく乏しい人の訴えを。この自分、物を言えない人、犠牲になっている人、貧しく乏しい人、自分で、反抗することができない、そういう弱者、弱い人たちを擁護するようにって信玄は教えるんですね。人権擁護みたいな話は人間の歴史から言うと割と最近なんですね。社会的に言うと世界の歴史の中では。でも聖書は今から3000年前からこういうこと言ってるんですね。そもそもさっきも言いましたけど、私たちは神の形に作られ、全ての人は神の形に作られている。ここで言われている神の形っていうことは、この人の人生は誰でも聖なるもので、犯すことのできないものであると、ね、神は聖なる方ですから、私たちもその形に作られているということは、全ての人は聖なる存在なんですね。本来それはどんな悪人であってもそもそもは聖なる存在、また犯すことのできないもの、その人の権利、その人の人間としての尊厳は誰一人として犯してはならないものです。全ての人に尊厳があり、尊敬される価値がある。このことにおいてはみんな一緒なんですけど、ね、この今の世界の現実はそうじゃないですよね。すごく重んじられている人もいれば、軽んじられている人がもういる。むしろ軽んじられている人の方が多いんじゃないでしょうかね。人間の数に入れられていないというような人たちの方が多いかもしれません。それは神の思いではない。神様はどれほどそのことを見て悲しんでおられるか。一人一人神の作品として作られている。
犯すべからざる尊厳を持ってこの地上に誕生している。王様の子供で生まれようと、庶民の子供に生まれようと、大金持ちのもとで生まれようと、貧しい家庭に生まれようと、命の尊厳に変わりはない。でも今のこの社会はすごくいびつな歪んだ社会ですから、この後も話しますけれども、本当に人の命の価値というかね、重さというものが非常にないがしろにされている。でも聖書は、箴言はそういう人たちのに寄り添いなさい、そういう人たちを擁護しなさい、少しでもその自分にその力があるのならば、その余力があるのならば、それをすることが全ての人に求められているって言ってるんですね。自分ではものを言えない人のために、あなたができることは何か考えて行動に移してくださいとケラーは言っています。でもこの正義を行うために、あるいは弱い人を助けるために、擁護するために、彼らの助けになるために、には犠牲が伴います。これは28日のところ、そして12月10日にも同じようなことが出てくるんですけれども、24章の10節から12節のところですが、ここには一部しか挙げておりませんが、苦難の襲う時、気力を失い、力を出し惜しみ、死に捕らえられた人を救い出さず、殺されそうになっている人を助けず、できなかったのだなどと言っても、心を調べる方は見抜いておられる、魂を見守る方はご存知だ、人の行いに応じて報いを返される。なかなかね、これは厳しい指摘ですよね、うん、死に捕らえられた人を救い出さず、殺されそうになっている人を助けず、できなかったのだなどと言っても、心を調べる方は見抜いておられると。いや、神様、私、知らなかったんです、できなかったんですと言っても、神様はそれを全部見抜いてらっしゃいますよと。でも死に捕らえられた人を殺されそうになっている、まあ、弱者、弱い人たち、困難の中にある人たちを助けるというのは決して簡単なことではありません。で、正義を行うには時間とお金がかかりますとケラーは言ってます。犠牲が伴うんですね。あるいは深刻な犠牲を伴う場合もある。自分も巻き込まれてしまうかもしれないし、痛みを伴うかもしれない。決して簡単なことではないということですね、うん、でも見て見ぬふりをしてはいけませんよということを、この箴言の言葉は言ってるんですね。まあ、私よく言うんですけども、私自身にも言えることですけど、人間っていうのは言い訳の天才なんですよね。自分に対する言い訳は上手に生み出すんです、なぜできなかった、いや、まあ、あの時こうだったとか、こういう事情があったから、まあ、しょうがないんだ、仕方がないんだ、できなかったんだっていうですね、自分を言い訳する、自分を弁護するということについては、みんな天才ですから。でもこの御言葉に、できなかったなどと言っても、心を調べる方は見抜いておられるって書いてあるんですね。神は見抜いておられますよと。本当にそうだったのか。でこの日はこの見て見ぬふりをした人たちの話がこの28日の中にいくつか出てくるんですけれども、例えば第二次世界大戦の時、多くのドイツ人、フランス人、オランダ人家族が、彼らのユダヤ人の隣人たちが捕らえられて死に向かって連れて行かれたのを目にしたけれども、多くの人たちは、でも私たちはそのことについて何も知らなかったと言ってる。でこの結果として、収容所に送られたビクトル・フランクルですね、有名な心理学者ですけれども、は、多くの道徳的で立派な市民たちが生き残るために敵の協力者になってしまったと言ってますね、そういうのを見てきたと、哲学者であり心理学者であるビクトル・フランクが言ってる。でルーエンというこの箴言の仲介書を書いている人は、ある人の強さ、気質の真のテストは逆境の時ですと。誰もが良い時は生き残れる。私たちが本当に強いのか、本当に、知恵ある、また正しいものとして生きているのかっていうのは、
このいざという時だと、どうしようかなと思う時に、どちらに舵が切れるか、この痛みを伴う方に、損をする方に、イエス様が切られたような舵を自分たちの中で切ることができるかっていうのが、私たちにとって、一番この重要な時だということですね。何もない時はみんな正しくて賢い人生活ができるんですけどもね、本当に困難な時に、また困難な人たちを見た時に、あるいはそのことによって自分も困難に陥るかもしれないと思った時に、私たちはこの御言葉を思い出して正義を行っていかなければならないということであります。ここまではその個人的なというかね、この一信仰者として、一聖書を読む者として、貧しい人や困っている人や助けを必要としている人たちのために、私たちは正義を実行するんだと、彼らに寄り添って、助けていく必要があるということですが、12月11日ちょっと飛ぶんですけど、12月11日にはですね、そのもちろん個人的な努力も必要だけれども、それだけでは足りないだろうと、それだけではないとケラーは言っています。で、29章の14節が挙げられてますけれども、弱い人にも忠実な裁きをする王、その王座は常しえに固く立つと、弱い人にも忠実な裁きをする王、その王座は常しえに立つ、そういう王様がいたら、その王様は祝福されるだろうという御言葉ですけれども、この、ここに書いてあるのは、貧困の問題、実は今日はあまり貧困の話はしてないんですけれども、実はケラーがこの正義というセクションの中で一番大きな問題として挙げているのは貧困の問題なんです。で、後でもお話しますけれども、その、ケラーはアメリカの牧師ですからね、アメリカは世界一の経済大国なので、貧困なんか無関係な感じがするんですけれども、実はその貧困率はアメリカはこの先進国の中で第1位なんですね。どういうことかと思いますよね。世界一金持ちの国なんだけれども、貧しい人たちの割合がその先進国の中で一番多いんです。つまりこの貧富の差が激しいんですね。で、日本はというとアメリカについてワースト2位なんです、これだけそのお金が余っているにもかかわらず、有り余る中にやりながら、この貧しい人たちが山ほどいて、貧困の故に死を選ぶ、また食事を取ることができない、学ぶことができない人たちが大勢いると。で、ケラーがこの21日かけて正義の話をしてるんですけども、お読みいただいたら分かりますが、もうケラーが言いたいことはなんかその透けて見えてくるんですね。このやっぱりアメリカの牧師ですからね、このアメリカ社会が今抱えている大きなこの貧困の問題、で、これは教会に対して書いてる本ですから、クリスチャンたちを、アメリカの教会を目覚めてくれと、今私たちの国がどういう状況に置かれているか考えようじゃないかっていうような、そんな感じがするんですね。で、あまりこの政治的なこととか国のこととか彼はそんなに大きくは書かないんですけれども、でも11日にはですね、貧困問題は個人的な慈善活動によって解決できるわけではありませんと、これまで述べてきたように社会構造と法が変わっていくことが必要ですと。社会改革とは緊急の必要援助に対応するだけではなく、その必要を悪化させたり作り出してしまう社会の状態そのものを変えていかなきゃいけない、そういうものを作り出していく社会の構造を変えないと根本的な解決にならないと言ってるんですね。これは彼の限界で、これ以上政治的なことにあまり口を出そうとはしませんけれども、しかしそれも事実だと思います。つまり個人的にクリスチャンとして神を信じる者として、貧しい人たちを助けたり、弱い人たちを擁護したりする必要はありますけれども、しかしそういう人たちを作り出してしまっているこの社会の仕組み全体ということに対して何もしない、声を上げないということにはどうかなと、それもやはり変えなければならないと言ってるんですね。
さらにですね、12日には、ビジネスの話が出てきます。ビジネスの常識と弱者ということですが、28章の8節で、利息高利で財産を増やす者は集めても弱者を憐れむ人に渡すことになろうと書いてあります。利息高利で財産を増やす者は、ユダヤの立法ではですね、利息屋を取って金を貸してはいけないという法律があるんです。立法にそう書いてあるんです、だけどもやってる人がたくさんいたんですね、でそういう人たちに対してそんなことやってたらきっと弱者を憐れむ人にその儲けを渡すことになるだろうって言ってるんですけども、ここでそのケラーが言ってるのは、もちろん個人的な慈善活動とかヘルプとかそういうことも必要だし、政治的な問題、社会の構造とか法律とかそういうことも問題、もう一つはビジネスの問題、経済の問題ですよね。これも変わらなければならないと。でこの現代のビジネスというのは、従業員にはできるだけ少なく支払って働かせ続ける、消費者にはできるだけ高く払わせ、しかし彼らをつなぎ止める、そして利益は最大限にすると、これが現代の、当たり前のやり方ですよね。結局お金を儲けるためには働いている人の賃金を下げて高く売って、そして、高く売っといてでも損したように思わせないっていうですね、そういう手法でもって、この世の経済は成長っていう言い方僕は正しいとは思いませんけれども、肥大してるんですね。成長って言葉はあんまよくないですね。経済成長っていうのはなんかね、こうプラスな感じがしますよね。あれ肥大ですから、ただのデブですから、経済デブ、で聖書の原則はどうかというと、落ち穂拾いですね。聖書の旧約聖書には、この畑を刈るときには全部刈っちゃいけない、で落ちたものは拾っちゃいけない、ブドウも全部取っちゃいけない。でもそれをその貧しい人に施せとも書いてないんですよ。わざと置いといて貧しい人たちにはそれを好きに取らせなさいって書いてあるんですね。だから彼らは彼らなりに、その畑を持っていない人たちはそこで収穫をして、彼らも働いて糧を得ると。でも持っている人はその全部を使い切らないで彼らに施すという、やっぱりこの聖書の原則っていうかな、そういうものはうまくできてるなと思いますけれども、これは慈善ではなく自主的に自分の利益を制限して貧しい人々が施しを受けずに食料のために自分で働くことができるやり方だと。この通りのことが今の社会でねできるかどうかは別としても、でも物の考え方としては、そのとにかく稼げる人はいくらでも稼いで、貧しいものはいくらでも貧しくなって構わないんだという、このね今の考え方に対しては聖書ははっきりそうではないと言ってるということですね。で、現代社会の異常ということで、これは私がいつもお話しすることですけれども、今のことと関連してますが、この今の社会というのは、このケラーが言ってますけれども、不正な富の移動、偏り、移動というか偏りですね、富の異常な偏り、今年の年頭ですかね、オックスファムという国際的な団体が発表した、これ皆さんもニュースで読まれたと思いますけれども、世界の大富豪26人が世界人口のうち経済的に貧困にあたる半数、約38億人の総資産と同額の富を所有している。わかりますか、世界の富豪トップ26人が持っている財産と、貧しい方から38億人の人が持っている財産が等しいって言うんですね。26と38億ですよ。ちょっと桁が違いすぎて感覚的にちょっと分かりませんけれども、これが現在まさに富の偏りの象徴ですよね。わずか26人の人たちが世界人口の半分の人が持っている財産と同じだけのものを持っていると。必要あるんですかね、そんなに。そんな何兆とか何十兆とか何使うかなと思うんですけどね、でもそういう
このことを許している社会なので、そういうことが起こってしまうと。で、まあ、これは奥さんも言ってることがちょっと分かりませんけれども、その最も裕福な 1% の人たち、まあ、26人を含めた世界の最も裕福な 1% の人たちがあと 0.5% だけ多くの税金を支払えば、教育を受けられずにいる全ての子ども2億6200万人いるそうです。世界で教育を受けられずにいる子どもが2億6200万人いるそうですけれども、その人たちが教育を受けて330万人に医療を提供して命を救えると。医療を受けずに死んでいく330万人の子どもたちの命を、この裕福な 1% の人、あと 0.5% ですよ、半分と言わない、たった 0.5% でも、要するにその、税金ということは公的なお金に還元すれば、彼らを救うことができるという、まあ単純計算しているわけですけれども、そういうことが言われている、うん、だからもうこういうその非常に極端なこう富の偏りがこの世界中に起きていて、先ほども言いましたけれども、この一方でね、貧しい人たちが増えている。よく、まあ、最近マスコミでも言うその貧富の差ということですけど、さっきちょっとアメリカの話しました。日本でも7人に1人、子どもの7人に1人が貧困と言われてるんですね、7人に1人が子どもが貧困であると。だから十分に食事を取ることができず、また、まあ、一番の問題は教育ですよね。非常に教育にお金がかかる時代なので、その教育のを受けることができない。でその貧困の悪循環が続いているということが言われています。でさっきも言いましたが、実はこれはアメリカの方がもっと悪いんですね。アメリカの方がもっと悪いんです。この世界のトップ26人のうちのほとんどはアメリカ人なんですけど、でそれだけものすごいお金を持っているのに、一方でそれだけ多くの人たちが貧困にあえいでいるという状況。だから、まあ、ケラーはその最初に言いましたけど、自分の国の中でそういうことが起こっているということに対してですね、まあ、もちろん箴言は正義の教えている書物ですから、そのことを語っているんですけども、なんとなくちょっともうここは肩入れしている感じがしますね。肩入れというか、ここはとても重要なこととして捉えている気がします。で、まあ、ちょっと社会的な話に偏りすぎましたけれども、でも、まあ、今日のテーマはこの正義ということですね。でここでちょっと私たちが考えなければならないのは、私たちの持っている正義とか公平とかっていう意識がやっぱりこの時代とか世界の中でだいぶこう揺らいでしまうというかね、この感覚を失ってしまうということだろうと思うんです。本当に今自分が置かれているこの状況というか立場というかの中で、これを今良しとして良いのだろうか、本当に私たちはその中にいるものとして何もしないでいいんだろうかっていうことをですね、やっぱり考えざるを得ないですね。で、まあ祈りの言葉を最後に読みたいと思いますけども、主よ、チャリティ寄付ですね、慈善という言葉は支援を必要とする人に何かをしたいという気持ちにさせますが、それは余裕のある時の単なる選択肢でしかありませんと。なんかこうチャリティというと余裕のある人がその上積みをこう渡しているという感じがしますね。しかしながら私が持っているものを必要とする人に分かち合わないのは正義ではありませんと。余ったから渡すんじゃない、今持っているものを渡していく、支援を必要としている人に対して真に正義を持って対応することができるように助けてくださいと。だからこの辺の感覚はそれぞれ神様と私皆さん一人一人のやり取りだと思いますね。自分が今持っているもの、与えられているものは果たして、支援を必要としている人たちに対して十分に、分かち与えられているのだろうかと、ね、そして今私たちがこの暮らしている世界
非常にこの大きな偏りを持ってしまったこの世界の在り方は本当にこれで良いのだろうか。もちろん私たちのできることはわずかではありますけれども、しかし最初に言いましたけれども、この世界は神がその形に似せて作られているんですね、うん、だから神様は今のこの世界をものすごくやはり悲しい思いで見ておられると思うんです、ね、神の正義も神の愛もまた神の公平も完全に失われてしまって、人間の欲と、その富の追求の単なる遊び場になってしまっているということに対してですね、そんな中で、それぞれにできることを祈りながら、またこの世界全体が神の思いにかなっていく、この神の御心のまさに神の形になっていくことをですね願っていきたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、今日は正義について考えました。何が正しいのか、何を私たちはすべきなのか、どうすべきなのか、本当に漠然とではありますけれども考える時が与えられたことを感謝をいたします。イエス様は病む人たち、貧しい人たちのそばに行かれました。この世で哀れた人たちは決して多くはなかった。しかしその彼の生き方は、あのガリラヤの小さな町に始まり、世界全体に影響を与えていきました。私たちもその弟子として、まず私たちのそばにいる人たちに助けの手を伸べ、また擁護の手を伸べていく、それが正義です。どうぞ正しいことを行わせてください。あなたの目にかなう正しさを実行させてくださるように心からお願いをいたします。またこの教会全体としても、そのあなたの尺度に合った正しさを実行していくものとならせてくださるようにお願いをいたします。この時を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。